いきなりカプラメサド。これは何だかな、あ、もう捨てちゃった、パック。何だかな、思い出せない。まずこうやって器に移し替えるでしょ、カプラメを。で、これはその備え付けのその液体、辛い液体。で、さらにこの粉はね、うちのブレンドしてるこの日本風カレー、和風カレーの素。普通のカレーにこれ入れたら、まあ、めっちゃ和風の味になる。もちろんカレーうどんにも適用。で、あとね、このお子様にね、やったこと。スナック菓子入れてあげたら喜ぶでしょ。あ、盛り付けをね、お子様たちに覚えさせなあかんからね。まず器に入れること。カップラーメンって飲み物じゃないからね。ちゃんとそのスープとしては使うと。まあ、味噌汁でもうちは結構これを使います。まあ、日本は伝統的に味噌汁にレンゲなんか使わへんけどね。うちは使うようにしてるんです。なぜか知らんけど。なんか思いつきで。で、こんなんお母さんがね、子供に一回も見せてあげんねん。じゃあ、あと自分でやりよるし。ブーブー言うよね、男の子に。特に、こんな料理ちゃうわ、とか言って。あ、そう、ね、じゃあ食べんでいいお母さん食べよう。ずーっと。じゃあ、それは男の子、裏目しげな横目でこうやって見てるんで。で、次が食べるようになるからな。そのうち自分で、これぐらいと自分でやるようになるから。ちょっとずつ育てなあかんね、男の子。一気に育たんからな。あ、